にちは、柴田です。今回はレスポールスペシャルの鳴らし比べなんですけれども、 USA ギブソンと国産東海です。こちらの東海はですね、 LSS118 2017年のモデルで、こちらがね2018年のギブソンレスポールスペシャルフェイデッド。 USA と国産の違いを見ていこうじゃないかというふうな企画になっております。特徴としてはどちらもね T90 が乗っかっておりまして、この東海の方はですね、ここネックにもねバインディングがあるんですよね。塗装はこっちはねギブソンは薄めな感じ、フェイデッド。ジャパンの方は結構しっかりと塗装がされているという風な感じで、この木のね露出度的なところもね音にね影響してくるんじゃないかと思います。でこのねギブソンの方はですね、ファンクおじさんのピックアップにフロントを変えております。じゃあまずはギブソンの方から鳴らしていきましょう。じゃあ生音からいきます。うん、しっかりしてる。じゃあまずねクリーンからいきましょうかね。ギブソンのピックアップのままです。ミックス、うん、重すぎず、さすがファンクピックアップ、いいですね。でフロント、これはねめっちゃ気に入ってます。もうミックスのねカッティングもいいんですけど、フロントのこれもいいんですよね。めちゃめちゃ使いやすいギターです。やっぱり、ね、ファンクの湯気通しはねもうね P90 では僕ねもう一択かなと、もう全部のギターの P90 あれでいいんじゃないかっていうぐらい思ってます。ではでは続いて東海に行きます。あ、ブリッジもね、これもねバーブリッジで同じですね。普段はねチューニングして生音まではこの動画撮る前にやってるんですけれども、今回はね全く音鳴らしてないんですよ。なので非常に楽しみです。チューニングからやっていきます。まあ、重量的にはですね、ギブソンのが3キロぐらいなのに対してこれは 3.9 と若干重めですね。でネックもボディもマホガニーと、まあ、でも結構まあいい感じでビンビンくる。おおで、ボディが重いんでこの辺がなってる感じ。あ、ネックはね太い。ギブソンのもね太いんですけど、変わらずか若干太いかもしれないですね、こっちの方が。うん、なかなか期待できる生音じゃないですかね。おお、いい感じいい感じ。やっぱ作りはしっかりしてますね。おおほうほうほう。よし、いきます、リアから。いいっすね。若干重心はギブソンより高いけれども、しっかりと一音一音の強さがあります。じゃあミックスいきましょうかね。おお、
これで全然いいですね。ネックはこっちの方が太いですね。結構パワフルな P90 なんで、歪ませてからも面白いんじゃないですかね。一旦ギブソンの方で歪ませてみましょうか。国産のねレスポールスタンダードよりはこれスペシャルの方がねクオリティが高い感じがしますね。でリアからいきます。やっぱ歯切れも良くてローもしっかり出てる。フロントで、使いやすい。音作りもねすごいしやすいんですよね。では続いて東海いきます。ちょっともう一度チューニングを。重量がねちょっとね重いんですよね。優しめな感じ。的にはですね、ギブソンの方が許容範囲がやっぱ広いなっていう感じと、音のツヤ感っていうのはやっぱねピックアップ交換してるっていうのもあるんですけど、ギブソンのレスポールスペシャルの方があるなっていうところではありますけど、価格帯的にはね多分ね倍ぐらい違うと思うんですよ。今これ千葉管楽器で 84,800円で販売しております。まあ、そう考えるとですね全然ねありなスペックかなと思います。そもそもの作りがしっかりしているのでピックアップで一気に化けるところもあるし、いくらでもねやりようはあるかなというふうな感じはしますね。まあ、8万円台でねこのポテンシャルだったらもう全然ありだと思います。国産の東海。まあ、そんな感じとなりました。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。